はい、どうぞ。はい、これ今日の、ということでですね、取り置きがまだいっぱいありましてですね、今日の井戸端予約あ、まあ、書いてましたね、前ね。そうそう、あれおかしいな、俺頼んだっけ俺頼んだっけかな、忘れちったよいやいや、ですね、皆さんご存知でしょう、ストライクイーグルが今日本に来てるんですね、はい、沖縄にいて、この間日米共同演習で追記まで来たりですね、はいはい、九州ね、福岡、すみません、ミーハーなもんでですね、私これ今バンカーバスター、食らいついてる状況でございますね。ああ、行かないですか、九州行く余裕があったら行きたいんですけど、時間がですね、なかなかなくてですね、でもここでこれを見つけてですね、これはちょっと手にしたいなと。48分の1も72分の1もあるんですけど、大きいのもいいなということで、大股物件に今ちょっと投資をさせていただこうと。先月はだって、先月も12分の1ですよ、ね、12分の1は、ね、はい、F1 でございます、ね、6000円です、はい、安っ、はい、6000円っすか、はいはい、ありがとうございます、はい、今ユキチぞ、あ、これ33じゃないか、ちょっと待って、これフェルスタッペンいいじゃん別に、はい、これはあ、違うね、19、はい、で4000円のお次です。また大きいの買いましたね。はい、4000円をお返しです。はい、毎度。はい、ありがとうございます。はい、毎度。はい、ということで、また新たな子供がね、増えまして、体は大きいですね。大きくなる一方で、最近困っております、いろんな意味でですね。でも、いろいろ調べるとね、F15 って E 型もアップデートがすごいいっぱいあってですね、はい、日本バンカーっていうか、バンカーってどういう意味なの、バンカーマスターっていうのはですね、A だと、あれ銀行じゃん、貫通全然違う、だから貫通するすごい爆弾を搭載するなんですよ、はい、湾岸戦争の時に、湾岸戦争で歯が立たなかったので、イラク戦争ぐらいで強力な爆弾を搭載するように開発して搭載していると。その時のこれでも2003年ぐらいの商材かな、これ知らなかった、ボーイングなんだっけ、そうですね、元々はマクダネル・ダグラスっていう会社があって、あ、それが合唱連行で大きくなって今ボーイングになってるんですね、うん、あ、そうなんだ、はい、ということでございます、はい、ということでいただいてまいります、はい、今月のお買い物です、はい、他車いいんですか、すごいですよ、これジャンクね、こっちはジャンク、ジャンクだけど、ブラウンティーレル800円、組み立てってあるんだよ、でもこんなもんだよ、こういう感じで、ああ、組み立ててこれだけだよ、組み立てたの全然 OK っす、ブラウンティーレルはですね、前配信で預けられたやつがまだ今までですね、部品を全部切り離したやつが廊下に家に入っておりますよ、ね、例えば MP44 1000円、これもですね、これの丸ごろロンが入ったやつが今これ家に入ってんじゃん、未開封、この未開封で丸ごろロンが入ったバージョンのやつが家にあってです、ただデカールなし、デカールなし、まあ、でもデカールはこの辺で売ってそうな、デカールはもうな、この辺あそこで売ってんじゃないですか、それ、うん、そうですね、はい、なんで安、まあ、これはジャンクです、でこれが新しくジャンクこっちは、まあ、買い取りで入りました、うわどうですか井上さん、どっちかというと最近こっちが欲しいんだよね、あ、そうそう、タメロね、しかもこれだよ、あと、あ、これさっき言って、さっきね、さっきの本配信で一生懸命言いましたけど、翼端板がこの時代においてデトロイトメタル、全然もすんだこれメタル、翼端板がメタルっていうのに大ショックで、実はですね、同じようにですね、はい、よく言ったの、俺が知らないのにパッと出してる、86、はい、これモナコ GP 仕様、はあはあ、こちら翼端板エッチングでございます、こっち13800円、あ、こっちは翼端板メタルですよ、なんでだろうね、これはこっちが聞きたいよ、新パーツですよねこれ、でこれ出てる数字が、あの古い方が、数字が大きい方が古い、新しい、だほら見て、これだこれ見て、説明書で比べましょうよね、あとね、さっきのと比べてやっぱ造形違うんですか、あのやっぱり進化してます、おで見てくださいほらタイヤ、そうだ、ね、もうロゴ印刷済みです、で、はい、ほらモナコ仕様は翼端板がちゃんとエッチングで、見てくださいエレメント、これ湾曲したエッチングになってるんですよ、ちゃんと、へー、もう、あ、そうだ、あれです、こういう風にクリント、あ、一方デトロイト仕様ショックですよ全部
ほら見て、本当だ見て、うん、しかもあとフロントウィングも同じですよ。本当だ、同じ仕様で、エッチングはこの何なんですか、このパーツだけ。でもこれさっきのと違うんですよね。違うね、一応ボディはね、でこれ2コブ1コブですよね、この時代ね。1コブだね。いやだからこれまさかね、ひょっとしたらルカダメを2つ買って2個1にすれば最強のできる。なんでこんななっちゃったんだろうね。考えてますね。違うでしょ、2つ買って、一応ね、デトロイトもセナ買ってますから。どっち買うんですか。どっちを買うんですか。買うならデトロイトの方が欲しいんだけど。ホンダ USA、俺仕様見てちょっとがっくりしてさ、今の時代エッチングだろうと。まあそうっすね、いくらなんでも。でこっちはほらメッシュが入ってるんですよ。おサイドポンツに使う。うーん、という、まあ、というね、買うならお得ならこっちなんですよ。でも大きいね、リアウィング積んだやつが欲しいっつったらやっぱこっちになるんですよ。そうね、で一応こっちも優勝するし、ね、あ、これ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 、え、これイノバタッチの。あ、もういいよいいよ、もういいよ。なんだっけ、イブキ、イブキ、空母イブキでございますね。あれだいぶ昔、もう久しぶり、だいぶ時間経つよな、あの映画から。あ、何でしたっけ、中曽根くん ATS が欲しいとか言ってたんでしたっけ。ATS? ATS なんかない、ない、元々出てないでしょ。あー、中曽根くん、この辺のメリキッドとか、この辺しかないと思う。あー、でも ロータス101があるんですよ。え、ブラジル仕様、オーストラリアン。おお、新しく入ったの？オーストラリアですよ、あの、雨の中島。これね、これもでも古いキットなので、だいぶね、頑張って作らないとっていうものなんですけど。おー、中曽根君欲しい。シャドウとか？シャドウ？この辺？シャドウ。あんまないな、中曽根君が好きそうなやつだな。シャドウ。DJ 無限とかこういうのじゃない？ああ、いいかもしれない。もうマイナーチームもなくなっちゃったね。マイナーチームないですね。ちょっと待って、ジャット101も8600円もすんの？うん、あ、まあ新しく入れたやつですよね、これね。そうだね、そうするとなっちゃうんだ、ね。為替の影響をもろに受けてるね。昔。そうですよね。うん、初期だから、ね。はい、これ懐かしいですね。はい、FW16 の TMK180 番は古い方です。今はこっちです。はい、SLK134。形がすごいです。ああ、違う。こっちは酷評されまくったやつです。こっちは、まあ、いろいろちょっとね、もうちょっとこうしてほしいっていう部分はあるんですが、形は文句なしです。形いいよね。形いいよね。うんうん、ええ。買うならおすすめ。でも、4倍。4倍です。4倍だ、ほんとだ。見て、4倍。これが4つか。これでも、古いレートで入ってきてるやつですよね。そうね。4000の時代って、だって、なかなかないよ。そう、ね、相当。そうだよ、バブルの頃。これは、バブルこれブラジル仕様ね。こっち3枚の仕様、うん、もうね、そしたら皆さんもうね、もう洗濯の余地ないですよね。まあ、こっちっていうことですね。みんなこっちでしょ、うん、というね、いろいろまだお宝が箱スカも入っちゃったから。俺こっちは分かんねえな。あ、でもこれ貴重じゃねえか、意外に。これなんと全部安いですね。2000円出た、富士見から。いやいや、そうだけど。2000円安いな。これオリジナルじゃないですか。そうっすね。でもこれ、18K2000円っすよ。これも全部安いですね。なんでも型やない。前期型7000円で。高くね。すげえな。すごいっす。この辺の丸い三系がいっぱい入ってます。あ、でも5000円とか高いからね。そうっすね。どうですか、今月はあれで打ち止めで。いや、お腹いっぱいでございます。はい。はい、今はね、減らすことに注力しています。貯めるより、まずは消費することでね。はい、ちょっと反対側に行くとね、はい、ちょっと、これ貴重なんだね。これがね、いろいろこう、引っ掛けたんですよ。はい、引っ掛けて、はい、こっちか。引っ掛けて、こう、いろいろ選ぶんですけど、はい、倉庫にあった CD をどうするかって。ああ、いっぱいある、後ろに。CD。うわ、これすごい、全部後ろそうなんですよ。そう、CD なんですよ。うわ。CD を置いて、はあ、はい、それで、こういうふうに引っ掛けにして。見えないようにすると。で、綺麗に辛い位置で並んで、はい。と思ったら、ここだけ僕一段、ちょっと。ああ、低いですね。失敗して。低いですね。失敗して。これ、
某ダイソーで買ってきた感じなんですか。これは島中ですね。島中なんだ。そうなんだ。島中じゃないと売ってなかったですね。なるほど。はい、あ。はい、ここでいつも練習してます。DJ ですね。本当にやってんの ？DJ やってます。本当にやってますよ。好きだな。で練習して。このアメ車が、アメ車が3000円ぐらいですね、大体。うわ、これはいい。あ、ありますね、うん。ダッチチャージャー。リチャード・ペティ。ペティです。富士見16分の1。シリーズがあったんですね。うん、はあ。こういうのもありますよ。丸いの。ああ、昔はこれしかなかったですね。電動ドリル。リューターみたいな。のプラモデルですね。これを作ってやるんですよ、工作。そう。それ、実際にあと何電動ドリルとして使えるもっ使えます、使えます、はい。電池買えば。これ普通でしたね。へえ、はい、こんなのあんの？で、あのフェラーリがもうないと。大きいのが。12分の1ね。ないです、ね。とても売れました。なくなります。はい。これ貴重なんですよ。でもこれはね、再生産いっぱい最近ね、在庫がいっぱいあるよ、ね、これはよく売れんでね、だから多分もう市場になくなってんだろうね。ああ徐々に、うん、アマゾンでよく売れますね。このスカイラインすごいっすね。あ、プロターの息入力シーツ、あ、買いますかそれ。いやいや、これ大変だから絶対触んない。これすごいらしいですよ、聞いた話ですけど、すごい大変。後にドイツレベルで出ましたよね、12分の1で。だってそれも中身は同じですよ。同じだけど、こっちの方がもっときついんじゃないですか。いやー、きついわ、同じなんじゃないの、これは。まあ、はい、まあ、はい、そんな感じです。はい、ということで、今月は一つということで。今月は一つでございますので。はい、はい、また来月。また来月、ご期待に沿って、頑張ります。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、おやすみなさいませ。おやすみなさい。